はい、東之です。それでは今日は大宇宙の悟りというもののご紹介です。これは最近ずっと紹介しているこの勝利の宣言の第3章に収められている1990年8月26日のご説法なんですね。 これは、千葉の幕張メッセ国際展示場で1万8000人集めて行われた大講演会の内容であります。私も当日、現地に行って直接お聞きいたしました。これ非常に不思議な話で、大川総裁冒頭で、この話は今日集まっている1万8000人ひょっと として、誰一人理解できないかもしれない。しかし、えー、あえてこれを語る必要があるというふうに始まったものなんですね。で、実はこれ、宇宙の法だというふうに思えます。ですから、宇宙の法というのは、2010年の1月1日に、 解かれた、まあ、解かれ始めたという,う形にはなっておりますけれども、まあその方がの部分ですね、目の部分はもう31年前にい解き始められていたというような内容なんですね。えーまあ、昨日や今日始まったわけじゃないということであります。で、話はラムのおところから 始まるんですね。で、ラムーが40歳になった誕生日の日に、太平洋に面する浜辺の岩の上に座って前、禅帳、瞑想をして、で、これまでの自分の人生をずーっと反省的に振り返りながら、そして神のことをずーっと思っていたときに、北の空に、 こう、瞬く星が、オレンジ色に瞬く星が現れるんですね。でその星がこう動き始めると、不思議に。そうすると、それが2つ、3つ、4つ、5つ、6つというふうに増えてきて、すべてがこう動き始めると。で、そのオレンジ色の光がずーっと近づいてきて、そしてラムーの10メートル離れたところの、 2,3メートルの高さのところに静止して20メーターぐらいの円盤だったそうなんですね。で、それが前がぐーっと開いて光の階段が出てきてそして一人の人間がこう降りてきたわけです。地球の人間と変わらないような身長180センチぐらいの端正な顔をした 方だったんですが、地球人と違うところは、日本のこのアンテナのようなものが出て、頭から出ていたそうなんですね。で、えー、そのお宇宙人がですね、ラムに不思議なことを言うわけです。あなたは神ですかと問うたら、私はいや、神ではないという答え方をして、で、えー、まああなたの 仲間であるという意味のことを言って、これからあなたに映像を見せると。で、この映像を見せるということは、もう計画として決まっていることなんだと。ただ、その映像を見てあなたがどう判断するかは、あなたの問題なんだ、というふうなことで。そうすると、この海の上にこうスクリーンのようなものが現れて、そして映像が見えてくるわけですね。 それが、まずは、すごい未来都市が、映し出されたわけです。大きな建物、ビルのような建物があって、で遥か高いところに高速道路のようなものが通っていて。しかも、その、道の上じゃなくて空中を飛んでいる乗り物が行き来してるんですね。そういう未来都市。でも、そびえる、山のようなそびえる高いビル。 そういう、う、都市が映し出されて、これは、かつて、あなた方の一部が住んでいたところの星であるんだと。我々の星なんだっていう言い方をされたわけですね。そして次、その星の中でのある会議の場面が映し出されて、そこで、まあ、国の指導者たちが集まる中に、若い知的な風貌をした、 科学者がみんなに激しく訴えている。抗議している。そういう場面なんですね。どうやらその科学者は実験場を作ってそこに神のエネルギーを集めて、そして人類、人の霊を、人間を創造しようという提案をしていたみたいなんですね。ところが、その集まった代表たちは人間がそのような 人間が人間を作るというようなことが神に許されるんだろうかということで、まあ会議的なわけです。それを激しく抗議しながら訴えるんですけれども、とうとう最後に説得はできなかったみたいなんですね。そうすると次、この若い科学者はですね、この自分の考えに賛同してくれる人たちを集めて、 なんと6000万人もいたそうですけど。そして、その星を出ていこうとする場面だったそうです。長さ1キロもあるような、葉巻型の宇宙船に、多数、そういう宇宙船がたくさんあるところに乗り込んでいって。で、中にはまた小さな円盤があるような、そういうものがいっぱいこう、はま型の宇宙船があって、そこに乗り込んで、そしてその星を出ていって、 まあ、新天地を求めていくシーンですね。で、これが、ゼータ星という星であったのだと。またのなお、ベータ星。という話だったんですね。でこれは、あ3億6500年、五百万年前に、ゼータ星からですね、えー、この大きな先団が地球にやってくるという話に繋がっていくわけですね。 そして、その宇宙船団は、地球のこの成層圏までやってきて、そして小型の宇宙船をですね、直径5メーターとか30メーター40メーターのいろんな宇宙船をそこから出して地球を探査させて、で、問題ないと分かったらそれがずっと降りてきたのが、アフリカ北部のナイルのところ、エジプトですよね。ここに降りてきたと。 で、当時はまだそこは肥沃な緑があって、降りてきた宇宙人たちは口々に、えー、我々の星とほぼ環境は似ていると。で非常に美しくて、まだ若い星で、緑もいっぱいあると。で、今度その降りてきた宇宙船の中から、家畜が出てきて、ヤギとか、牛とかですね。そういったものが出てきて、さらに犬に似たようなものとか、 猫に似たようなものも降りてきたわけです。で、えー、当時の地球にはもっと獰猛なものがいたんですね。まあ恐竜たちでしょう。で、それは食用に適さないのか、この連れてきたこの家畜たちを増やして食料にしていこうとしたと。まあノアの箱船みたいな感じですけれども。そんなシーンが映し出されていったわけであります。 で、えー、さらに、この、これは3億年前に実際にあったことなんだというふうに宇宙人はあラムーに言うわけですね。で、そこから、この3億年の間にあった非常に特徴的な場面をいろいろと見せてくれたわけです。で、例えばあ、霊界を建設していく、そういうシーンなどもあったそうなんですね。 これはまあ、この間ご紹介したザムザの回想の話なんかにつながっていく部分ですよね。おそらくまあ今度のこの秋公開される宇宙の方、エロヒム編の中とも関連のある話になってくるだろうと思うわけです。そんなことがあったんだと。でさらにこの宇宙人はもっと古い 映像を見せていってですね、宇宙が始まった天地創造のシーンを見せるわけなんですで。今度は真っ黒の暗黒の空間の中にポッと光が現れて、その光が次に炎を出し始めて、そしてやがて大爆発を起こして、ビッグバンですね。そしてこの細かい粒子がいっぱいそっからわーっと出てきて、それがまた 固まっていって星になったりそれがもっと大きくなっていってやがて銀河のようになっていくシーンとかあるいは小さな直径1 0キロ2 0キロぐらいの小さな星がコツンコツンと当たり始めていってそしてそっから爆発が起きて磁場ができてそして周りのものを引き寄せていってまた星ができていくシーンとかあるいは 何にもない空間の中に一つのエネルギー磁場ができて、そして周りのものをずっと引き寄せていって、星ができていくような、そんな不思議なシーンが見せられたわけです。で、ラムーの前にいる宇宙人は、これは偶然に起きてるわけではなくて、ある巨大な偉大な意志が、このようなものを作ろうとして起きていることなんであるということですね。宇宙創生の、 おーシーンがですね、出てくるわけです。で、ラムーは驚いて、あなたは、あそれほど優れた方であればですね、ぜひ、この、ムーの中で指導をしてもらえませんかっていうふうなことを言うわけですね。で、ラムーはやっぱり当時、 え、この、ム無大陸の人々をですね、どうやって幸福にしようか、どういう教えを説くことによって彼ら、みんな人民の方々を幸福にするかということで頭を痛めていたわけですね。そこでまあそういう優れた宇宙人の方が出てきたと思って、指導してもらえないかと頼むわけですけど、宇宙人の方はいやいやと。 あなたは私を神のように思ってるけど、そのあなたの思いがやがてはまた悩みになったりすることがあるんだよと言って、今度、このラムーンの転生した姿を見せて、アンデスの世界にディエント・アール・クラウトという名前で転生したときには、今度多数当時現れていた宇宙人をみんなが神だと思ったんだけれども、しかし、 ディエント・アル・クラウドは、いや、宇宙人の中には、横島なる宇宙人もいるので、それを全て神と思ってはいけないと。神は心の中にあるのであると。いう教えを解いて、一生懸命ですね、宇宙人を神だと思っている人たちを、違う形で啓蒙して苦労している姿が映し出されて。今、あなたは、宇宙人が優れたものだと思って、その指導を頼もうと思っているけど、やがて、次の次の天ンでは、 それの、その言葉によって非常に苦労することがあるという、まあ不思議なシーンを見せられるわけですね。そっから、さらにあなたの天章としてアトランティスにトスという名前で生まれたり、あるいはこのアンデスのリエント・アル・クラウド、そしてギリシャのヘルメス、そしてインドでシャクソンと生まれるような、そういう天章を見せられて、そしてあなたの本名はエル・カンターレなんだということをこの時初めて 告げられるわけですね。で、ラムーは自分の本名がエルカンターレであるということを知るわけです。で、さらに、この宇宙人はですね、ムー大陸の滅びについても映像を見せるんですね。このムーは、一千年後にやがて海中に沈んでいくことになると。でこれはムーあの、ラムーは非常に驚くわけですね。そんなことがあって、えー、良いものかと。 何とか救わなければと思うわけですね。えー、ただあ、これはあなたの時代から千年ぐらい経った後の映像なんだと。だからあなたは地球人は未来に行ってそれを救ったりすることはできない。過去に行って救うこともできない地球人はですね。現在、今、ただいまにおいて自分の周りにいる者たちに対して救いをしていく何か その心理を解いていく以外に道はないんだということを説かれるわけです。で、なぜムーがこうやって沈んでいくのかというと、この地球のムーの人たちは愛というものを誤解してるからだと。愛というものが地球においては所有欲と同じようなものとして理解されてるではないかと。何か自分のものにしたいと。しかし本当の愛はそういうもんではないんだと。本当の愛は他の方々を光り変え、 輝かせるように与えていくものなのに、それを取ろう取ろうとする、そこに、この愛と思っているものが誤解していって、争いのもとになって、やがてそれで壮年が曇っていって、沈むことになるんだっていう。まあそんなことをですね、まあ教えられていくわけです。で、さらに、えー、この、お オーカー総裁はですね、そういう話をされた後に、まあ今この現代も、このムーの末期とかですね、あるいはアトランティスの末期と同じような時期を迎えていると。で、宇宙人の言うにはですね、この地球の文明が非常に交流してきて、この最盛期を迎える頃、それからその末期になる頃には、この宇宙人、宇宙の仲間たちがたくさん見に来て、それを観察してるんだと。 で、今またそれと同じような時代に入ってるわけですね。えー、もうここ数年 UFO からたくさんのコンタクトが始まってるわけですから。まあそういうことなんですが、ただ今そういう、また新たなですね、一つの文明が終わろうとする時期に来ているんだけれども、ただ、この我々は、まあ1990年の時の大川総裁の話ですけど、この危機を乗り越えていって、その次の時代にこそ我らの この私たちの本当のチャレンジがあるんですと。その新しい時代において最高の文明、文化を作っていくということが大事であって、どのような危機であってもそれを乗り越えていって、そして新しい時代を作っていくことが大事なんだと。その危機を乗り越えて新しい時代を作るときのキーになるのが伝道なんだという話をされたわけですね。当時、 1990年代はサンライズ90で、えー、一斉に電動が始まっていた電動機でしたから。まあ、ここで当時の私たちもですね、えー、そうだということで、えー、これからこの電動のための戦い、これが始まっていくっていう話で締めくくられていったわけです。まあ、私も当時、この宇宙の方の話は聞いてはいましたが、よくわからなかったです。 もう電動機の話をいっぱい受けていた時にいきなりこういう話が出たんでよくわからずにもうこの話を学ぶのはほぼほんと30年ぶりにまた読んだみたいなことだったんですが今にして思えばですねやっぱりもう宇宙の方というのは幸福の科学の当初期から解かれていたんだということが一つですねで えー、ずっと解かれていた中に、実はこの宇宙というものはですね、9次元宇宙界というぐらいであって、救世主の方はやはり宇宙的なものとのいろんな交流があるんだということを今回改めて気づかせていただきました。で、この時現れた宇宙人が一体どなたか、でゼータ星の話をして、 ゼーター星が我らの星だとおっしゃる、誰なのかは私にもよくわかりませんけれども、まあ今ある知識の中で探すとすれば、このゼーター星のあった同じマゼラン星雲のエルダー星にヤイドロンさんがいらっしゃるので、ヤイドロンさんなのかなと。宇宙創生の話まで見せれる方というのは、やっぱり宇宙でメシアカを持った方でだ,だと思うので、 ヤイドロンさんなのか、RA ゴールさんなのか、メタトロンさんなのか。ただまあ一番可能性が私の知ってる知識であるのは、ゼータ製、マゼラン製運であればヤイドロンさんなのかなと思ったりはしました。まあこれがまた、またさらにいろんな形で明かされていくのかなという気もしますし。そして、 我々はですね、いろんな時代を経て、いろんな文明の攻防の中を生きてきてますけれども、これからもまたそういうことがありますけれども、その危機を乗り越えていって、新しい時代を切り開いていくこと、この力は伝道なんだと。伝道によってそれを切り開いていけるんだということが、改めて壮大なスケールの中で、また理解させられたということだと思います。だから、大川総裁は当初期から、 法を解くは死にあり、法を広めるは弟子にありと。当初から、仏弟子の使命は伝道。これが伝道が一番の大きな使命なんだと言い続けてこられたことの意味が、ここにあるんではないかと思いました。まあ、いずれにせよ、そういう不思議な話が入っている勝利の宣言、ぜひ読んでみてください。今日は以上です。